More tonight on the unfolding ecological disaster occurring off the coast. Unit Trench Rig 215 remains on fire as the Coast Guard calls for more aid in containing the apparent oil leak. The fuel giant has so far refused to comment on the tragedy, but sources have confirmed that so far no one has died in the inferno. We now go to... 早いね。よーし、じゃあ、アンダーザ・ウェーブス、続きからやっていきましょうか。前回は、エマに電話したんだけど、あんまり話を聞いてもらえなかったね。はぁ、もう、この話はね、涙なしでは語れないね。いやー、もういいや。じゃあ、寝て、明日も頑張ろうか。I need to sleep. I miss... 少しだけでも話を聞いてくれればまた変わったんだろうけどね。 I need to sleep. いやー、落ちる様子ターン、そこだと大丈夫？あ、でもこれは、でもこれ最初に見たような夢だね。Here again. え？ I'm not crazy. I'm not. This is real. あ、I feel the road beneath my feet. 地面がめちゃくちゃ揺れる。The air on my face. Hey. Pearl, where are you? Ah, Manta. どうなってるんだろうね、この世界は。まあ、夢だから何でもありといえばそうなんだけど。Pearl.いやー、パッと見の感じだと事故っぽいけど。Pearl. Hey there. I know you're real. I know you're here. And I won't. I am not going to leave you. Not this time.16日目、二次災害。いやー、なんだろう、一概にスタンを否定できないな。うん。Time to get up。いやー。Stopping those drills made a difference. The oil from those things got into the ocean. Well, I hope it made a difference. 毎度この目覚ましだけは気に入らないんだよな。Mark really likes his rock music. 本当にもうちょっと優しい歌で起きたいんだよな、朝は。本当にさ、マーク。Too many tasks, too little time.Talk to employee relations about our sleepaway pilot program. お前寝てる間に移動して働けってか。それで戦局どうにかしろや。Tasks are up at least. ああ、やっぱり仕事はあるんだね。A message from Tim. Team moved for safety reasons. Relocated to emergency comm ship. Tasks as normal. Fire is PR disaster. Cleanup duties.Sorry, we'll contact soon.
At least he's safe. Now I'm an errand boy for the Unitrench PR department. よーし、じゃあコーヒーでも飲んで今日も仕事しますか。あら、Spokesman, the fire is well under control, and any wildlife impacted are being monitored by dedicated specialists. Indeed, from the shore here, there's little trace of any accident at all. The seas are calm and everything seems shipshape and above board. Back to you in the studio. そうだよな。Looks like the PR team are doing just fine without me. 事故の影響って言っても海岸からじゃわからないもんね、内側って。海中のことっていうのは、いやーどうだろう、ジョー、そうだな、ジョーとかも元気でいてくれればいいけど、石油が漏れてるからね、どうだろうな。Nothing. Mission complete. He's tagged. I can track him from the main board. Okay, じゃあジョーを探しに行こう。ジョーの GPS 信号、また。あとはメインミッションがジョーの行方。ルーティーンが、ああ、汚染の清掃か。とりあえずまあ、ジョーを見つけつつ、清掃活動をやっていこうか。うわぁ、嫌いだ。いやーねー、ジョーに会う前に、清掃活動として、このボールジェネレーターに行こうとしたら、なんかもう、物騒なものしかないね。いやー、尖ってる岩もあるし、どうなってんだろうな。怖いわー、ここらへん。よいしょ。AR ウォールジェネレーターっていうのは何なんだろうな。結構上の方にあるね。ん？これか。Clean up the mess. Fix the Jenny. よーし、じゃあサクサクっと。Makes me feel like a fish in a net. Looks like a problem with one of the generators. 会場に近いね。I build a wall. Did you? よいしょ。OK。これで終わりかな。One less pollutant in the sea.よーし、清掃活動終了と。でっかーい。え、なんだ、え、なんか生えてない。ちょっと待って、ちょっと待って、取るよ、取ってあげるから待ってね。うわー、二次被害完全に起きてるね。よいしょ、待って、取るから、ちょっと早いな、取ってあげるから待って、止まってくれ、頼む、一回ストップ。よしよしよし、取る取る取る。いやこれはごめんごめん、うちの会社が。よいしょ、あーよかった、とりあえずこれで綺麗になったかな。あーよしよしよし、オッケー、あーよかった。ああいうでかい生き物ほど、いやどうなんだろうな、でかいからまだくっついても生きていける。ちっちゃい生き物は少しでも石油がついたらアウトだよね。いやー、いやー、まあまあまあね、そうなんだよな、そういう自然の中のものを使って生きてるわけで、まあかわいそうっていうのは簡単だけど、身につけてるもの大体石油製品になっちゃうからな。なんかかわいそうっていうのも
なんだろう、自分勝手な気はしちゃうよな。まあいいや、とりあえずステッカーだとかゴミ拾いだとかやれることをやっていこうか。あれ、タコがいる。タコが、あ、眩しいな。タコがいるってことは、あー、洞窟があるね。ちょっと見ていこうか。洞窟の中は、だいたい、なんだろう、レシピがあったりするから、これは結構取っていきたい。いやー、でもなかなかないよね、こう、タコと遊泳するゲーム。ははは。いやー、洞窟の中、やっぱり神秘的で、聖域の奥地。スクラップだとか？わー、ほんとに自転車か。ほんとにいろんなものが落ちてるな。道頓堀みたいだね。あれ？はぁ、my god. A real life galleon. This is unbelievable. ガレオン船っていうことは、え、ガレオン船って海賊だとか、それこそカリブの海賊みたいな、昔使われてた木造船っていうことかな。すげえ。わあ、これを回して、そう出してたわけかな。すごいなあ。よいしょ、待って。いや、こういうの実際海の中で見つけたら、そりゃテンション上がるよな。Craftsmanship of this thing is unreal. A real work of art. Yeah. この鍋とかも昔の人が使ってた鍋かな。すっご。上がる。やっぱこういう、なんだろうな、トレジャーハンター系のものを見つけると、やっぱりテンション上がるな。Stopped at 1201 exactly. Well, now I wish I'd concentrated in history class. This thing is, well, it's beautiful. いや、わかるわ。学生、それこそ中学、高校とか、の時、修学旅行で京都とか行ったけどさ、その時はね、全然感じなかったけど、大人になって、ある程度の年齢重ねてから行くとね、ただの木造の建物なんだけど、すごい美しさを感じるんだよな。いやー、あの時もうちょっとちゃんと見ておけばなーって、やっぱり後悔はしてる今。いやー、なかなかね、京都に行くったってやっぱりこう、時間とお金がかかるからな。いやー、いいもの見たわ。じゃあ、ムーに戻って、ジョーを探しに行くか。素敵。よーし、ステッカーゲットー。ステッカー見つけたら、なんかタコも近くにいるんだよね。この先進めるのか？あ、違うな。こっち側に案内したがってる。ちょっとついていくか。どこ？あ、あった。カセット
と。ああ、またギターの曲が増えるね。いいね、いいね。いやー、ありがとう。小洞窟。よーし、これで、またギターが弾いて遊べるね。よーし。で、修理キットも拾って、しっかりとゴミを拾っていこう。Where'd you come from? プラスチックなんかはね、海にあっても、ほんと100害あって1になしぐらいのもんだからね。いやいやいや、ほんとに。今、この時代が、1970年代だから、まだちょっとあれか。なんだか自然環境に対してはあまり配慮ができてない。本当に利益中心になってるっていうのはあるかもしれないね。嫌な時代だね。まあでもそういう時代があったからこその今なのかもしれないけど。手放しでは、まあ、なんだろうな、恩恵を受けてる側からすれば、文句は言えない、難しいね、本当に。なんか難しいわ。それこそこうやって、今 YouTube に動画投稿してるわけだけど、なんというか、それこそ、有線で、それこそ海底にケーブルをつないで、やってるわけだからさ、もしかしたらそれも、ちょっとした環境汚染になってる可能性は、まあ、ゼロではないよね。ゼロではないにしろ、まあ、それでも自然環境に対しての気をつけていかないとなーっていうのは、まあ、あるよなー。まあ、そうだね。昔の状況を見つつ、今後そういったことがないように気をつけていく。そういうしかないかな。This place. Huh. Still... よーし、これで全てのステッカーを回収 OK。 じゃあ全部つけれるのか。ステッカー7 9 4 10、バラバラ。今全部ついてない状態か。で、この状態で、ステッカーを全部つけると、あんまりよくわからないな。ステッカー全部ついたけども。まあ、とりあえず集めたっていう達成感はあるね。あとは、またしてもなんかね、地下に続くような、洞窟が。あれ?これは、ああ、ガレオン線につながる場所か。ああ、でもこの奥もなんかあるな。こっち側。ちょっと行ってみようかな。フィッシャーマンズバンク。釣り人の貯金箱?フレッ?ああ、でもなんか物資があるぐらいか。まあ、とりあえず、ゴミはゴミなので拾っていこう。まあ、ジョーの行方を追ってたんだけど、今回、探索会になりましたね。で、まあ、時間もキリがいいんで、今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしく。
お願いします。それではさよなら、バイバイ。